少量少量は、党の大層理政民の領母であり、現在の先制小西安市の北方に点在する、党の十八領の一つ。大子の党の都である、長安城の西北方に位置しており、現在の行政区画では、関陽市令泉,泉県の北東2 5トルに位置する九三六にある、党の十八領の中でも、最大の規模を誇る。設計を、円立得。 演立本兄弟が行い、その造営は上岸十年に始まった。町村工業の領母として造営が始まり、大層自身もそこに葬られた。東大の他の領母と同様、紛糾を造営したものではなく、産領によって検出が築かれている。体操が人民の労力を軽くするために意図したものであると伝えられる。 その両前は、ランツカツボと呼ばれ、そこから山独にかけて、総数200近くと称せられる、諸島の総出将や公主、議長、李性、李佐を、暴霊令ら更新たちの倍相簿を見ることができる。大創の死去の際には、王義氏の乱定のも収められたと伝えられる。倍相簿には、壁画が残っているものもある。五代十国の公領の時代。 軍人の温湯によって洞窟され、合葬されていた多くの名品が運び出されている。また、南、当時の帝元素殿には、元素が、少量を洞窟しようと中に入った時の様が、描写されており、そこから、少量内部の様子を伺い知ることができる。少量の地上に見られるのは、玄部門の一部と摩滅した石碑の一部だけである。体操以外の名馬の像を遺体史に刻ませたという。 少量六春が有名である。体操が随末の戦乱の際に乗馬していた馬を石に浮き彫りしたもので、白ひずめガラス、小節家、さ、ロ紫特金氷青水、十罰赤という名で知られる。そのうち四春は西安霧林に収蔵され、さ、ロ紫と小節家二春はアメリカのフィラデルフィアに渡った。すべての石にあるひび割れは、 分割して運んだためであると伝えられる。また、碑文も多く残り、王陽順による、恩彦広日や貯水量による、某元令碑などが伝わっている。1979年、少量博物館が完成した。また、全国重点文物保護単位に指定されている。ありがとうございます。